標に少しでも近づくために、ここは勝利が絶対条件。フィフティーンラブアウト、サーティーラブ。あれ、どうしたんだ。スピードもコースも打ち頃のはず。おかしいですね。安定感と制球力が強みの兄貴が2球連続ミスとは。いきなり捕まっちまったんじゃねえの。え？かもしれませんね。勝ちを強く意識すればするほど余計な力が体に入っていつものプレーを妨げる。修正しようにもその修正自体がいつものようにいかないから、さらなるミスを生む。こうなると悪循環。ここは絶対って時ほど捕まっちまうんだよな、ビビリってやつ。意外に簡単じゃねえからな、大事な時普通に自分の力を発揮するのは。このサーブゲームで流れを変えないと。ライバルの名前も覚えられないくらい鈍感なお前に、勉強でもテニスでも俺を認めさせてやる。フォルト、今度こそ。ダブルフォルト、ラブフィフティーン。なんだよ、 STC だし、しつこいとかいろいろ聞いてたけど全然だな。ダブルフォルト、ラブサーティー。噂だけか。アウト、ラブフォーティー。どうして。ゲームコシミス、ゲームカウント2ラブ。1年やそこらで俺に勝てるほど甘くないんだよ。アウト、ゲームコシミス、ゲームカウント3ラブ。あ、あいつ何してんだ、ノート。ほとんど俺のミスでやられてる。ミスを修正しようにも修正に力が入ってさらにミスる。体が全く動いてない。動いていないのに喉が渇いて全身が疲れる。緊張してるのか。焦るな、焦るな、落ち着け。少しくらい緊張するのは当たり前だよ、 A ちゃん。この大会目指してずっと頑張ってきたんだから。そう言われてもどうすれば。ノートには技術的なことしか書いてないし。ん？何これ、いつの間にこんなところに。もし緊張したら、緊張してるのは勝ちたいって強く思ってる証拠。試合にとっていいことだよ。だから自分のことより相手のことをよく見よう。頑張れ。